今回は2分でわかるリフレクションの手法を扱います。今回紹介するのはミニッツペーパーとコミュニケーションカードです。これらの手法はクラスサイズに関係なく授業の最後に導入できる手法です。学生の理解度の確認やコミュニケーションに効果があります。はじめにミニッツペーパーは毎回の授業で配布し、学生に本日の学習事項や疑問点、理解度などを記入してもらって回収し、授業改善に生かすためのものです。ミニッツペーパーには3つの利点があります。1つ目は、最後にアウトプットすべきものがあると、あらかじめ学生に認識させることによって、授業中の集中力を維持することができることです。2つ目は、学生の理解度を測り、次の授業でフォローすべきポイントを明確にすることができます。最後に、3つ目は、出席簿としても活用することができます。次に、コミュニケーションカードを紹介します。コミュニケーションカードとは、授業中における受講生と教員のコミュニケーションツールです。学生は、授業の最後の時間を少し使って、その講義の振り返りや、教員へのコメントなどを記入します。コミュニケーションカードには、大きく分けて4つのメリットがあります。出席促進、積極的な受講態度、講師と学生との信頼関係の形成、授業内容の理解と定着です。